お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。はい、いつも新車感チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。 100% 新車感加須インターチェンジ店の宮崎です。まずはじめに、弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った対策を実施しておりますが、お客様同士の接触を避けるためにも来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様のためにウェブ商談システムというものを導入いたしました。パソコン、スマホ、タブレットから簡単に商談が可能ですので、そちらも合わせてご利用ください。よろしくお願いします。はい、今回はですね、こちらの人気な車種トヨタさんのアルファードをご紹介させていただきます。最近ですね、トヨタの、ホームページの方に、特別使用車タイプゴールドっていうものが、アップされたんですけど、まあ、今回はすいません、そちらのモデルではなくてですね、今一番売れてる、まあ、グレード 2.5 リッターの SC パッケージになります。そちらのですね、特別使用車タイプゴールドですね、こちらは、他の店舗等でもですね、やっぱり入庫したら人気なものですので、すぐ YouTube 撮らせていただいて、随時アップしていきたいと思いますので、ぜひそちらはその際はですね、ご視聴いただければと思います。はい、まあ、今回はすいません、タイプゴールドではなく SC パッケージになります。はい、よろしくお願いします。いつもですね、なんかアルファードといえば白っていうイメージが結構強いせいか、まあ、白いアルファードが多いんですけど、まあ、個人的に好きな黒をご紹介できるのでですね、ちょっと内心気分上がってます。はい、まあ、マイナーチェンジが入ってですね、ディスプレイオーディオ多くなってます。こちらもハリアですかね、ハリアもディスプレイオーディオに変わってますし、今後もですね、モデルチェンジでどんどん増えていくのかなと思いますので、まあ、その一端としてこちらもご紹介させていただきますね。はい、フロントはまあだいぶ変わってないんで、もう見慣れましたよっていう人もいらっしゃるのかなと思いますけど、やっぱりかっこいいモデルですね。はい、でマイナーチェンジでですね、変わった、こちらですね、はい、SC パッケージ、昔はメーカーオプションだった三眼 LED ですね、まあ、皆さんよく言う流れるインカーのものです。はい、こちらは標準装備になってますので、まあ、付け忘れたっていうこともないので、そこはご安心ください。はい、まあ、ちょっと試しにですね、ハザードで少しウィンカーですね、動かしてみたいと思います。まあ、こういう風にですね、流れてるように見えるものですので、やっぱかっこいいですね、本当に。はい、ありがとうございます。まあ、こちらがですね、やっぱり当時人気でして、かなりやっぱりオプションといえば三眼 LED っていう人が多かったですね。はい、はい、ありがとうございます。そしたら、横を来ていただいて、はい、全体像ですね。はい、こんな風にですね、やっぱり横から見てもですね、もうアルファードかベルファイアだなって分かるぐらいの形に正直なってると思います。自分はやっぱり走ってる車見ても、あ、アルファードだろうな、ベルファイアだろうなっていうのがやっぱり分かるので、結構特徴的なサイドの形もしてるかなって思いますね。はい、で、今回ですね、ちょっと便利な、オプションがありますので、まあ、そちら少しご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらのですね、ドアミラーのところの下、ちょっと丸いポッチあります、こちらですね、これ360度のカメラではありません、先に言っちゃうと、ウェルカムライトって言って、スマートキー持った状態で近づいたりとか、あとは鍵開けた時ですね、足元照らしてくれて、まあ、転ばないようにだったりとか、
あとは何か障害物がないか、まあ、確認ができるってものですね。で今ちょっと日中なのでちょっとライトがどういうふうにどんな明るさなのかっていうのはすいませんちょっと説明が難しいんですけど、ぜひですねこちら結構便利なものですのでセットオプションでつけていただければと思います。他にもですね、先ほど紹介したウェルカムライトの、まあ、2列目バージョンってのものがあって、まあ、ステップライトって言われるものなんですけど、こちらですねちょっと光ってるの分かりますかね。はい、こちらがですね、まあ、2列目のものです。こちらはですね、カスタムメーカーさんのモデリスタ、まあ、エアロパーツで有名なところですねに、ありますステップライトになります。こちらもですね結構明るいので、やっぱり夜になるとかなり明るくて、まあ、足元、まあ、段差がしっかりあるっていうのも分かるようになると思います。はい、ありがとうございます。はい、そしたら、バックドアですね、後ろ側見ていきたいと思います。はい、まあ後ろ側ってあんまり特にこれがつきますよっていうのはなかなか難しいんですけど、特徴的なのはこちらですね。はい、先ほど前でですね流れる引火、こんな風に動きますよってことでつけさせていただいたんですけど、後ろもつきます。こちらもですねハザードでつけた状態です。はい、まあ前ほどではないんですけどね、こちらも流れてるように見えますので後ろもしっかり流れます。はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね積み荷の部分少し見ていきたいかなと思います。開けますね。はい、こちらですね今3列目の状態まで起こしてますので、あんまりスペースはこの状態だとないです。ですが、こちらの下の部分ですね、収納自体はとても広く空間ありますので、はい、結構奥まで撮影するのは難しいかなとは思うんですけど、ちょっと頑張ってみてください。はい、ありがとうございます。で、こういうふうにですねかなり下のスペースありますので、まあ、この状態でも、これは全部で7人乗りですけど7人乗った状態でも、まあ、お荷物等はですね下のスペースに入れることが可能です。はい、であとこちら左側なんですけど、よいしょ、こちらですね、これは、3列目のヘッドレストになります。はい、まあ普段はちょっと軽くですけど、まあ、こういう風にあるんですけど、まあ跳ね上げの際ですねちょっとヘッドレスト邪魔になってしまいますので、まあ取り外してですね、まあこういう風に収納ができます。はい、ヘッドレストのまま下に入れてもいいんですけど、ちょっと車の揺れ等でですね車体にちょっとやっぱり傷がつく可能性があるので、まあ、こういうものが用意されています。でこれもですね、下にそのまま入れるんじゃなくて、これも固定するために、まあ、ボタンのようなものがあります。はい、まあ、つけた状態だとこんな感じですね。はい、ありますので、まあ、大切なお車傷つけるようなこともなくですねちゃんと収納できるようになってますのでご安心ください。はい、であとはですね3列目ちょっと跳ね上げた状態も作ってみたいと思います。はい、ちょっと逆側ですかね、立ち位置ちょっとそちら側に行っていただいて、ここですね、はい、見えますか、この白い矢印あります。はい、であと奥にもですねちょっと床の部分に白い矢印があるんですけど、こちらも見えてますかね。はい、で、跳ね上げる際はまずここをですね合わせないといけません。はい、ちょっと早速合わせてみたいと思います。まず動かすときはこちら1番ですね。はい、この1番を本当に結構目いっぱい引いてください。でこの状態で奥にで、はい、で、まあ、矢印がほぼほぼ合いましたよと。はい、ありがとうございます。で、そしたらこちら今度2番ですね。はい、ありますのでこの2番をもう引くだけで簡単に上げてくれます。はい、で、この状態だとですねやっぱりこうやって少し反動で倒れてきたりして危ないので、よいしょ、
ちらですね、ここに止めます。はい、ちゃんとこういうふうに留め具があるので、これをですねこうやって留めていただけると、まあこれで固定されますので、途中で落ちてくることもありません。はい、ちょっと反対側もやりますね。下の矢印を合わせて、もうちょっと奥ですかね。はい、合わせて、また2番を引くだけと。はい、まあこういう風にですね、でまたこちらであるので止めます。はい、これでですね、まあ落ちてくることなく止めることができましたと。で、跳ね上げるとですね、やっぱり2番クラスかなり広くスペース使えますので、こちらでですね、この状態だとやっぱり4人乗りなんですけど、まあ4人ぐらいで出かけられる際はかなりのスペースを使えることができます。これプラス先ほど紹介した下があるので、まあ、こんだけ広いです。はいはい、なのでかなりのスペースを使うことができますよってことですね。はい、ありがとうございます。ちょっとバックドア閉めますね。閉めるときはこちらにボタンがあります。はい、パワーバックドアついておりますので、こちらを押すだけで、はい、こうやってですね自動で閉めてくれます。特にですね、アルファードのバックドア、アルファードベルファイアのバックドアって結構重いので、男性でもですねちょっと大変なんですけど、特に女性の方だとですね、やっぱりまあ、力の差はやっぱりあると思うので大変なんですね、本当に。なので、まあ、ボタン一つで閉めることができます。はい、ありがとうございます。そしたら今度はですね、2列目から内装ですね、少し見ていきたいと思います。ちょっと一応内装確認なので、一応マスクさせていただきますね。はいはい、失礼します。で、まずですね、内装、こちらシートの素材ですね、こちらは合皮になっておりまして、はい、もう、まあ、正直今手袋なんで肌触りとか言っても言われてもあれなんですけど、正直ですね、触った感じとか、はい、正直本革なのか合皮なのかって分かりません。言われてこれ合皮なんですかってこともやっぱりありました。なので本当にどっちがどっちだか分からないっていうぐらい、まあ、実際本革を触ってからちょっと合皮触ると、あ、違うんだな、納得することはあると思いますけど、正直最近にこう触って本革じゃないんですよって言われても分からないぐらいだと思います。まあ、それぐらい本当にいい合皮使ってますよってことですね。はい、で、SC パッケージ、こちらの肘掛けですね、もう本当に固定されてて、まあ、普通の乗用車とかだとやっぱりこうやって跳ね上げた、上げて横の肘掛けない状態にしてっていうことが、まあ、可能なんですけど、こちらのアルファードはこちらの肘掛け動きませんので、その点だけでですね、ちょっと大変なところなのかなと思います。はい、であとはですね、奥こちらボタン見えますかね。はい、こちらでですね、まあ、書いてある通り下足元のオットマンですね、で上は、背もたれが自動で動きます。はい、まあ、ちょっと今動かしてるんですけど、まあ、こういう風に動きますね。はい、でこちら足元のオットマンです。はい、まあ、こういう風にですね、まあ、基本的なところですけど、もちろんこういうところも、電動でなってます。ただ、シートの前後はこちらのレバーでこうですね、はい、手動ですので、その点はですね違うところです、ご注意ください。はい、であとドリンクホルダーですね、基本的にこちらですね。はい、まあ、自分専用のホルダーとして使うことが可能です。はい、であとはこちらも真ん中の部分にですねありますので、はい、上げていただければ、少しお菓子なんかもですねそちらに置いて、まあ、楽しむことができるのかなと思います。はい、基本的にですね、他の車だとやっぱり助手席の後ろ側にトレイがあってっていうのが一般的かなとは思いますが、まあアルファードはですねないので、まあ本当に高級車っていうイメージが寄りつくのかなってところです。はいはい、ありがとうございます。あとこちらですね、助手席側になります。
ありがとう。そしたらですね、ちょっとエンジンかけてみて、ディスプレイオーディオどういう表示なのかなっていうことを少し見ていきたいと思います。はい、すいません、失礼します。はい、今エンジンかけましたと。はい、こちらが純正の9インチのディスプレイオーディオになっております。まあ今トヨタっていうマークが出てたかなと思うんですが、はい、こちらですね。はい、これが、オーディオ選択画面ですね。最初の ETC カードが挿入されています。はい、AM、FM のラジオだったり交通情報だったり、あとは Bluetooth ですね。まあ携帯の音楽とはここから普通に聞けるんですが、ちょっと次のページ行ってみたいと。ちょっとやっぱり手袋だと反応しないですかね。ちょっとごめんなさい、失礼します。はい、あ、失礼しました。次のページないみたいですね。失礼しました。はい、これが通常の状態ですね。で、まあ、他にもですね、テレビの視聴だったり、まあ、申し込みが必要ですけど、そういうことができたりとか、あとは CD、DVD デッキっていうものを、入れていただければ、その CD、DVD の項目が出てくると思います。で、その CD、DVD デッキってどこに入るのかなっていう人、やっぱりいらっしゃるかなと思います。グローブボックスですね。助手席のこちらのスペース。はい、今ちょっと2段に分かれてるんですけど、ここのスペースですね。はい、上のスペースに、その CD、DVD のデッキが、まあ、すみません、ディーラーオプションですね、であります。それが、このスペースに埋まる形になります。ない状態だとこういうふうに単純なスペースになりますので、まあ、例えばティッシュだったりとかですね、まあ、箱状のものだったり、あとは、まあ、ちょっとしたものをですね、収納が可能になります。はい。で、あとは、まあ、コンソールもですね、かなりSC パッケージはですね、すごいものが入っておりますので、こちら、はい、結構奥までありますので、飲み物とかもね、全然こう中に収納できちゃいます。まあ普通にドリンクホールダーあるんで、飲み物とかは収納しないかと思いますけど。で、すごいのはですね、両側から開きます。はい、運転席からもちろん、助手席側からももちろん開きますので、はい、ぜひですね、まあ使い勝手はいいのかなってところです。はい、まあ、ちょっと内装に関してはですね、まあ、見慣れてないところもあるかなと思ったので、まあ、ちょっとだけ説明させていただきました。はい、じゃあエンジン切りますね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとぐるーっと一周してきてですね、まあ、おすすめのオプションだったりとか、あとはこういう装備がやっぱりもうついてますよってことで、改めてご説明させていただきました。はい、その特別照射ですね、 S のタイプゴールドっていうものにもですね、まあかなりすごいオプションついてますので、もう SC パッケージかそのどっちかになるのかなと思いますので、ぜひですね、そちらも合わせて、はい、お問い合わせいただければと思います。で、あとはですね、冒頭にもご説明させていただきました、ウェブ商談システムっていうものは導入されています。こちらもですね、ホームページ上からご予約とか、あとはですね、ちょっとどういうものかわからないんですけどっていうお問い合わせもどんどん、お待ちしておりますので、ぜひご連絡いただければと思います。はい。で、ちょっと金額等はですね、ホームページ上でも車種ごと、あとはグレードごとにですね、上げさせていただいてますので、そちらをぜひですね、ご確認いただければと思います。はい。はい、こんな感じでですね、ご紹介させていただきました。本日はですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。